はい、皆さんこんにちは。今日はですね、自分が東京に、20年ぐらいね住んでたんですけども、その時にね、一緒に、苦楽を共にしたというか、後輩のね、稲葉社長という方がいるんですけども、南幌町にね企業誘致ということで、一緒に何かコラボできないかというふうに考えてまして、今日役場のね桂主幹と、町づくり課の前田さんと、まずご紹介して、何かね南幌町でこうできることはないかというふうに第1回目のねリモート会議をやろうと思っています。稲葉社長の会社はね、株式会社ニーブと言いまして、試験運営をね、やっております。国家試験ね、よく聞く、英検ですとか、そういういろいろ検定ありますよね。そういうのの、試験運営の会社をしています。そこでね、今本社は東京の青山にあるんですけども、南幌町にね、札幌支店というか札幌支社を、作れないかということで、どうにかねいろいろコラボできる可能性を探っていこうと思ってます。では後ほどです。こんにちは。こんにちは。太郎お疲れ様。あ、そうなんですか。俺やで。一緒なんです。お話お伺いさせていただきました前田です。よろしくお願いします。先手どうもありがとうございました。ありがとうございました。で今日ですね、前回私は、概要お話をお伺いしたんですけども、でその旨を商工観光グループ、それから産業振興課長、今日2人入っているんですけども、概要だけ伝えてはいるんですけども、また重複になるかもしれませんけど、どんな、ものを要望しているかというか条件ですとか、そういうところをお伺いして、なるべく御社のマッチ合うようなマッチングできるようなものを提供とか提案できればなっていうところもありますので、ちょっとお話をいろいろお伺いできればと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうしましたら先にじゃあ弊社の簡単なご紹介からさせていただいた方がよろしいですか。はい、この間ちょっと急だったものでしっかりできなかったもので、はい、すみません、画面の共有の許可をいただけますでしょうか。はい、改めまして株式会社ニーブの代表を務めております稲葉と申します。小川さんとはですね、もう十数年前お会いをしてまして、私創業自体は2007年の8月、当時上海におりました。で、大学4年の時に今の会社をスタートしまして、今15期目にあたる会社でございます。はい、本当に岡本さんにはこうしてもにですね、非常にお世話になっておりまして、またこういった形でこのような機会をいただけて本当に感謝しております。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、でですね、弊社の事業なんですけれども、試験業界、試験検定ですね、業界に特化した人材ビジネスと、不動産、有機不動産の仲介ビジネスというものを展開しております。ちょっと分かりづらいので詳細ご説明いたしますと、左側のですね、人材ビジネス、これについては、イメージとしても人材派遣的なものをイメージしていただければなと思います。北海道を含めてですね、弊社は今全国で1万1000人ほどの、試験監督のアルバイトをしたいという方々がご登録いただいておりまして、で、英検ですとか、例えば北大さんですとかの入試だったりとか定期試験だったりとか、実は北大さんは場所の面ではお世話になっているんですけども、入試を受けているわけじゃないんですが、イメージとしてはそういった各協会さん、ないしは大学さん、または国ですね、国家試験というところの運営を、主催者に代わって行うという事業になります。で、右側のですね、会場マッチング事業というのが、これも私ども全国で今60法人ほどの学校法人さん、今は非常に専門学校さんが多いんですけども、札幌ベルエポックさんですとか含めてですね、各法人さんの、いわゆる土日の空いたスペース、これを、試験会場としてご紹介するという、事業を展開しております。これまで試験といえば一つの大きな会場にですね、数千名集まって、各教室100名200名という形で、試験監督がこう前で喋ってというのが当たり前だと思うんですけども、今はですね、
ご自宅で、まあ、このような形でオンラインで試験を受けるというのも非常に今増えてきております。でそういった時に弊社は去年ですねオンライン試験監督センターというものを一部実験的に立ち上げて、おりまして、まあ、これ何かというとこれまで受験者目線で言えば何かお困りのことがあれば、まあ、手を挙げてですね試験監督を呼べば困りごとが解決するというのが試験監督の役割だと思うんですけども、まあ、ご自宅に言うとそうもいかなくなるわけですね。手を挙げて見てもらう人がいないのでどこかに電話する必要がありますという状況が生まれてきています。でその時に我々が、まあ、お客様の状況によるんですけども、まあ、こういったウェブのシステムで監視をしながらも、まあ、コールセンターを設けていて、そこに受験者からの問い合わせを受けるというサービス、こういったものを提供しております。でこれもですねコールセンターの部分を、まあ、今回特に広げていきたいということで、いろんなこう場所の検討は今も引き続きしているんですけども岡間さんとのご縁もあってですね私も実はその北海道全域含めてですね中学校に何か1回時に1回行ったことあるぐらいのレベルで状況が全然分かっていないところもあるんですけどもコールセンター多いという話も聞いておりましたので直近のですね前回岡間さん前田さんとお話しさせていただくから進捗でいくと、ちょうどこの9月の1日から、まあ、コールセンターを立ち上げる専任のコンサルティングをですね、紹介いただいて、契約をいたしました。ただまあごめんなさい悲しみです南幌町が私もどういう場所か本当には分かっていなくてですね、まあ、コールセンターになれば人材という面で供給がどれぐらいこうで採用ができるのかというところももちろん課題になっていきますし、まあ、場所としてどれぐらい拡張性があるのかというのも課題になっていくところがありますので、まあ、その辺はちょっと冷静に考えていきながらその最初のきっかけを今回いただければなというそのような経緯でございますご説明としてはいかがでしょうか。何かご不明な点あればご質問いただければと思いますけれどもでスタートに始まってどのぐらいの人数の規模というかお考えなんですかね。ありがとうございます。初期のイメージとしては持って20席ぐらいまでだと思っております。で、我々試験業界だけで拡張していくわけではないので、まあ、いわゆる EC 領域でのコールセンターも受注していく計画を今しておりますので、そこから、まあ、いかに拡張していけるのかということで、まあ、その同じ敷地内建物内で拡張ができればそれで一番嬉しいですし、別の建物別のエリアみたいなことは存在するのかなと思うんですけども、まあ、採用コストと考えるとですねあまりじゃあ札幌に作ったらもう一個沖縄に作りますみたいなことは考えていないです。最終的な、はい、まあ希望的なもんで全然構わないんですけれども、はい、どのぐらいの人数ぐらいまで広がっていくような想定ですかね。ありがとうございます。これ私も今勉強させていただいているところではあるんですけども、大体どこのコールセンター会社さんも持って100から150席のようです。まあ、実際私のどもの一番の課題は採用なんですね。なるほど、はい、はい、でやっぱりそこに根付いて事業拡張していくってなると、うん、やっぱりその事業拡大に合わせた採用ができなければ、まあ、結局広げようがないという話になってしまうかなと思っているんですけども、うん。